皆さんこんにちは。レック社会保険労務士講座専任講師の工藤久俊です。さあ今日は2022年合格目標社会保険労務士、工藤プロジェクトスイングバイセミナーについてご案内をしたいと思います。今回のご案内に伴いまして、お手元の方にですね、こちらの、パンフレット、置いていただきまして参照していただければというふうに思います。さあいよいよ2022年向けの社会保険労務士試験合格を目標にしました工藤プロジェクトスイングバイセミナーがいよいよ開講準備というようなタイミングになってまいりました。このスイングバイセミナーなんですけれども、もうそうですね、おおむね10年ほどの歴史が積み重なってきているんですけれども、まずこのゼミのですねコンセプトというところをご案内をしたいと思います。こちらのパンフレットをご準備いただきまして、このうちですね、私のゼミについて32ページですね、こちらの方にこのゼミのコンセプト等について、細かくインタビュー形式で、記載しております。まあ、要点を申し上げると、どういったところに重きがあるのかということですけれども、多くの皆さんが社会保険労務士試験合格を目指して勉強されているわけですけれども、近年の合格率等を見ていても 7% に届かないというような非常に狭き門というようなね実態ということなんですね。多分今回のこのプロモーションをご覧いただいている方も受験経験が終わりで、なかなか合格に一歩手が届かなかったというような方がね、ほとんどではないかというふうに思います。まあ、中には過去数年前に受験したことがあったんだけれども、まあ合格まではいかずそのままにしておいて、やっぱり現在のね今コロナ禍の状況の中等で大きく世の中の状況が変わってきてますよね。まあ、これは労働、関係の、分野においてもそうなんですけれども、会社等における働き方の状況も随分変わってきているという現状ですよね。まあ、こういった中で学び直しが叫ばれたり、やはり、ジョブ型雇用等にも言われるように、一体何がこの方はできるのか、どんな仕事をしてもらえるのか、そういったようなところに着眼した新しい雇用形態がどんどん進んできてます。特に転職を目指されるというような方にとっては、やはり資格欄に国家資格の、を記入するとかいうことになってくると、もう最初の書類選考の段階からね、随分と、ライバルに、差をつけてくるというようなことになるんではないかと思います。まあ、それだけ国家資格をね、持っているということは、やはりこういう難関の試験を突破した方なんだなということで、相当な努力家といいますかね、先見の明があるような方だとかいうような形でいろんな角度でね評価してもらっているんではないかと思います。ですからやっぱりこういう資格はね、一日も早く、取りたいというのが皆さんのねお考えではないかと思うし、私もそうだと思っております。で、この社労士試験に合格をするそのアプローチとして、まあ、多数の、方針があると思うんですよね。で、よく言われているのが、私もそうだったんですけれども、試験に出るようなところ集中して学習をして、もう無理無駄を省いて、そしてもうとにかく覚えるっていくと、このね覚えると理解よりまず覚えるんだと、資格を取らないと話にならないよという形で、アプローチしていく方針が一つあると思うんですね。これはこれで、僕はそういうアプローチあってもいいと思うんですけれども、実は私自身もそういう中で勉強スタートをしたんですが、なかなか私の場合合格にたどり着かなかったんですね。理由は簡単なんです。そういうアプローチの中で、もう要するにね、理屈とかいうより覚えましょうと、まず覚えましょうと、なぜこうなるかと、もうそういったことは合格した後でいいですよという中で、私は性格上ですね、納得できないことはどう頑張っても覚える気にもならなかったし、前に進まないっていう性格だったんですよね。で、そういった中で周りを見渡した場合に、なぜなぜにこだわったり、あるいは私は正直申し上げて資格が欲しかったんじゃないんですね。いろいろと社会人経験を踏む中で、コンピューターの仕事をやったり、会社の総務、システム関係、それからそのシステムといった場合ね、単にコンピューターだけではないんですよね。会社の中の仕事の仕組みの作り替え、こういったような、ものを通しながら、あ、自分のやっていく仕事、今後こういう仕事がやりたいなと思ったところに
社会保険労務士という資格があったわけですね。ですから私は資格に合格するというより合格してそれを使いこなすことができるというそういうスタンスで勉強したかったわけです。ところが私が勉強していた時には残念ながら私の知る範囲ではそういうのがなかったわけなんですね。で、まあ私少し時間かかった分周りに合格をしていた人何人も知っているんですけど、じゃあその人たちが合格した後、まあ私が望んでいたような形で開業したりだとかで仕事をしているかっていうと全くそういったような方はおられないというような私の周りではね、感じだったんですよね。で、私はもうどうしてもこの仕事はやりたいということで、やっぱりなぜ何を突き詰めて勉強してきた。そうするとね、確かに時間かかったんだけど、途中でアプローチの方向性を変えたっていうところが、まあ時間がね、かかったっていうところがあったかなと思うんですけれども、実際のところ、なぜ何が分かってくると、なんだ、勉強って面白いじゃないと。それと、やっぱりなぜ何で覚えている内容っていうのはね、忘れがたいわけですよね。ましてや私のように、これで、仕事としてやっていこうと、これで将来ね、生計を立てていこうと思った場合、やっぱりね、語呂合わせだとか、まあ、とりあえず覚えときなさい。これではね、とてもじゃないけど、プロの仲間入りはできないというふうに思っているわけですね。まあ実際、そうだろうと思います。そこで、私がこういう講師になった、暁にはですね、ぜひ、なぜ何にこだわった形で、アプローチして、講座を組み立てて、教材なんかも全部私の責任でね、作っているんですけれども、合格した後も使えるね、講義。まあ、まさにこちらの方にも、メインキャッチで売っているんですが、合格後にも活かされる講義。これをね、前面に押し出した講座として、作り上げたのがこのゼミということになります。ご存知の方も多いかと思いますけれども、昨今の社会保険労務士業界を見てもですね、大きくまあこれ皆さんご存知ですよね。社会保険労務士の仕事っていうのは社労士法2条に書いてある仕事しかできないわけですけれども、その2条で大きく1号業務、それから2号業務、3号業務とあるわけですが、このうちの1、2号業務、まあ特に届出関係なんかについては、もう今現在ね、社労士があんまり届出書を書くとか、もちろん電子申請の大元とかやるのも社労士なんですけれども、同じようなね、届出を何度も何度もやるってことはないんです。規定は存在するんだけど、もう実際マイナンバーをちゃんと掲載していれば、もうそれでいろんなね、氏名変更とかしなくてもいいですよという形で、もうほぼ1、2号業務というのはね、激減といいますか、そういう状況になっていると。で、そういった中で、やはり、まあ私が開業した時もそうなんですけれども、3号業務というものが、今後の社労士はやっぱりコンサルティング業務。各企業で困っているような内容、働き方、労働時間規制、いろんなね、もう今はハラスメント関係もいろいろ叫ばれておりますけれども、こういったことに対して先手先手を追って、コンサルティングをやっていくと。これは別に労働関係、労務管理だけではないわけですね。まあ、労務管理の一環にもなりますけれども、例えば退職金制度、賃金制度の再構築、こういったものについては多分語呂合わせの方はもう手も足も出ないだろうというふうに思います。それはやっぱり法的根幹をしっかり抑え、いろいろな最高裁判所の判例等を踏まえた上でのアプローチ、前倒し前倒しで今後はこういうふうにやっていった方がいいんじゃないかと。今現在、社長のこの会社ではこうなっているんだけど、時期にこの辺りはね、窮屈な状況になってくると。なかなか制度っていうのは思った時に改正できるわけじゃないから、少しずつここからね、準備をしていきましょうということで、言われてやるのではなく、提案型の、仕事ですね、うん。まさに私もね、これをやってます。お客さんに言われるとね、いついつまでやらないといけないということで、納期が気になってくるんですよね。そうじゃなくって、提案型っていうのはこちらペースでやってますからね。もうそういった点でも全然ね、ゆとりが違ってくるんですけれども、こういったことによって、先手先手で新たなその働き方等を提案していく。新たな退職金制度を提案していく。このようなね、仕事をやっていこうと思った場合には、やはり中身が分かってないと始まらないわけなんですね。まあそういったことで、暗記というのはほとんど私は推奨してません。まあもちろんやってもらっても構わないんですよ。それは構わないんですけど、少なからずなぜそうなっているのか、なぜここで、法改正が行われたのか、どのような今問題があるのか、やはり今の、社会全体を見回した上での提案、
ができるように、なぜこういう法律が出来上がったか、社会全体を見ますば当然にこうなりますよねということが分かった上で社労士合格をする、まあ、これがね一番開業した後でのスタートダッシュにつながるものではないかと未だにこれは信じていますし、間違いないだろうというふうに思っています。ですからそういったカリキュラムでね組み立てたのがこの講座ということになります。まあ、そこで次のページを見ていただきますと、こちらにこのゼミのカリキュラムの全体構造がね掲載されているんですけれども、大きく4部構成、まあ、間にねちょっと一つ挟まりますから5部構成になるんですけれども、具体的にはどのような構成になっているかっていうところをちょっと触れておきますと、まずツールボックス編というところがあります。名前の通りこれ道具箱ということなんですけれども、ズバリこのゼミでは再受験をされる方にもう一度ね再構築、頭の中の再構築をしていただこうということで全74カリキュラムね組み立てているわけですが、そのスタートとしてまず何から入っていくかっていうと、社会保障論から入っていこうということですね。単にねもう私に言わせると各法律は枝葉なんですね。それ以前の問題として、我が国の社会保障制度はどのような組み立て仕組みになっているのか、ここを知らずして、その一つである社会保険の細かいところを知っていても始まらないわけなんですよね。実際のところ、例えば我が国の社会保障に関する予算はどのぐらいなのかとかね、どういう構成になっているのか、単に単年度の数字だけを見てどうじゃないんですね。この10年間どのような動きを描いているのかとかいうような、この社会保障全般をまず踏まえていただくということですね。そのためにはまず白書から入っていくと。この白書もおおむね10年間ほどのね、白書の中からダイジェスト、重要なところを切り取ってきてそこを勉強すると。ですから単に白書の単年度版を丸覚えするという感覚じゃない、やっぱり10年間分ぐらいさーっと見ていくと一連の流れが見えてくるんですよね、我が国の社会保障制度に。そこをまず大雑把に掴んでいただこうというところからスタートをしていきます。その後に基本事項の横断ということで、ズバリ横断講座から入っていくということですね。まさに道具箱ということで、皆さんが勉強していく中でね、本試験を受験しました、思うように点数が伸びなかった、いっぱい勘違いをしていた、なかなか点数取れなかった、その多くの原因がやはり整理ができてないからじゃないかと思います。じゃあその整理っていうのは何なのかっていうと、やはり社労士試験は大きくね労働基準関係の法律と保険関係に大きく差別できるわけですが、その中にはだいたい共通するようなね事項もあれば、法律によって賃金なら賃金といっても定義そのもの、法律の目指すところが違うわけですから、同じ賃金といっても定義が全然違ってくるわけですよね。そういったものをまずは、まあ私スクラップ&ビルドと言ってるんですが、けれども頭の中もしかしたらぐちゃぐちゃになるかもしれません。一旦ぐちゃぐちゃに壊しましょう。正直言って間違って覚えているものを固めても仕方ないです。一旦フランクにしていただいて、もう一度保険給付を除いた部分、通則事項等をきちんと、これも理論を持って再構築をしていくということで横断から入っていくと。このことによってね、例えば通則事項で内払いだとか過誤払いがあったり、いろんな賃金の定義の問題、報酬とは一体何なのか、報酬と賞与の違い、こんなものね、毎月もらうお給料と、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものが報酬だよと、こんな状況ではね本当の意味が分かったことにならないわけなんですね。その意味、奥義と私よく言ってるんですけどね、漢字で書いたら奥義と書きますけど、奥義を押さえていただくと、ここにね相当な時間数を取っております。でその後にスイングバイ編ということで、まさしく、まあ、このゼミの進行帳ということになりますけれども、各、法律ごとに分けてね理論立てをしながら詳しく見ていくというのがこのスイングバイ編ということですね。で特徴があります。労働基準法から入っていったりとかするのが一般的だろうということなんですけど、もう私の方は社会保険から入っていきます。なぜならば、まあ、社会保険、一般常識、年金法とあるんですけど、私の頭の中ではもうこれ一つのセット、社会保険法規ということで一つの、ジャンルという形になっております。でなぜこちらを専攻するのかというと、やはり社会保険労務士の仕事の多くはその年金問題、まあもちろん労働問題もあるんですけど、年金の専門家である以上、年金ができないような社労士では話にならないわけですね。やはりここは徹底してライバルより群を抜いて、法律のレッグと言ってますけれども、
法律論をしっかり理解した上で合格をしてほしいわけなんですよね。今社会保険労務士の仕事も裁判所における補佐人の仕事なんかもあるわけですね。こういったような場合に年金等についてやっぱり理論をしっかり知っておかないと、弁護士さんなんかに相談を受けた場合のアドバイスだとか、こういったところができなくなるわけですよね。ですから非常に時間のかかる、理解までに時間のかかる年金法関係を全般に持ってきてます。でこの年金法を一番前に持ってくると言いましたけれども、健康保険法というのは具体的にはもう特に厚生年金と一体化したようなものなんですよね。ただ保険給付そのものを抜き出した場合に短期保険なのか年金が長期保険なのかの違いであって適用関係は一緒ですよね。ですからまずは、この適用関係とも含め社会保険の入り口である健康保険、我が国の医療保険の基本をなすものですよね。ここから入っていき、そして地域保険、国民健康保険や、後期高齢者医療制度、その他、介護保険法等を含めた社会保険一般常識等を学習すると。また、年金の、グループに属したりとかしますけれども、確定給付、企業年金法や確定拠出年金法等もね、ここで、勉強していくということですね。その後に公的年金法に入っていくと。その年金法におきましても国民年金、厚生年金を分けるのではなく、もう一体化した形でね、学習をすると。このことによって効率よく1回部分の国民年金と厚生年金をセットにして、ライフステージに合わせた形でね、この人が障害になったらどうなんだろうか、この人が、65歳になったらどうなんだろうかと、もう2階建てでね、セットで学習をしていくと。もう実際実務においてもね、国民年金、厚生年金分けて話さないんですね。こういった場合はこうだというような形でね、やっぱりアドバイスができないといけない。まあこのあたりがね、最大級の特徴ではないかというふうに思います。まあその後、労働法規なんかは後の方ということですね。労働法規に関しましては、さほどね、時間がかかると理解するまで、それはないと思います。年金とは違いますからね。年金はやっぱり私的には二次元のね、方程式ぐらいあるんじゃないかと思うんです。労働基準法はこれやっちゃいけないよっていうところをね、しっかり押さえていただければ十分ではないかと思ってます。このスイングバイ編を、核として学習するわけですね。で、その後、直前期に入っていくわけですけれども、まあ直前期におきましては、特にですね、公開講義っていうのを毎年行っているんですが、これはゼミ生以外の一般の方にもね、参加していただくということで、まあ本試験において出題可能性の高いところを特化した講義を、3時間、時間をかけてね、じっくりと理解をしていただこうというようなね、内容です。まあ近年でもね、年金額の改定等について、時間をかけて講義をしたところですね。で、その後、アウトプットに入るんですけれども、一旦ね、ここで改正法や実践答練、白書攻略講座や、公開模試等が入っておりますけれども、これは、他の機関講座とね、共通の教材を使って、学習をしていくということです。ただし、まあ、共通の教材は使いますけど、切り口は私流の切り口でね、講義をしていきます。そして、最後にアウトプットということで、サマリー編。まあ、サマリーといえば要約をするということなんですが、現在、サマリー編は、もうミニの模試と思っていただいたらいいかと思います。選択式8問ですね。これは本試験と同じですね。これ5回分あるわけですね。そして、1問1答70問ということで、各科目10問ずつね、問題を構成しまして7科目ということですね。この、選択式8問、1問1答式70問、これを5回ほどね、繰り返して演習をしていただくというのがサマリー編ということです。で、このサマリー編で目指しているのは何かというと、まさに私の目で見てこういった問題は非常に重要だと、ここは集中力を書いて、問題文を読んじゃうとすぐ引っかかっちゃうよというようなことで、本当にね、中身を集中して真剣に問題文に取り組んでいただくための、問題を作っているという感じですね。もう揚げ足取りの問題というより集中できているかどうかを見ると。別に疑問なんかを入れてはいません。本当に基本的な問題なんだけど、こういう切り口で出てくるとなかなか点数取れないんじゃないかと、この注意喚起をしながら本試験モードにどんどん移っていただくというような内容です。ですから本試験と大体同じぐらいのレベルでね、問題を作り上げておりますので、これで本試験に向かってどんどんとね、標準を合わせていっていただきたいと思います。
また、教材についても先ほど申し上げましたように、私が責任を持ってね、教材を作っているんですけれども、まあ、特徴とすればやはりテキストになぜそうなっているか、先ほども言いましたけど、そういったところに私こだわっているんですね。ですからまず趣旨大事にしてます。それから条文ですね。そしてその条文を少しばらして要点整理ということで論点をここで明らかにしていくと。中には講義だけでは分かりづらいところがあるでしょうから、市場講義ということで私が講義でしゃべるような内容を文章化しているんですね。解説を入れてます。なかなかね、解説の入ったテキストっていうのはそう多くはないんじゃないかと思っております。そしてダメ押しでここだけは押さえておこうということで、特記事項、そしてこの内容に対してリンクしているアーカイブ、要するに問題がここに対応する問題がありますよということで、アーカイブの問題集をね、演習してくださいというマイクなんですが、このような形で、一つ一つのテーマを展開していくと言っているという特徴があります。また随所にこのような図を入れております。ですから私 の, 的あの講義ではレジュメというのは、発行いたしません。よくね、あのレジュメがないのかっていう質問があるんですけれども、私に言わせるとテキストがあってレジュメが必要だということは、テキストが完全ではないからレジュメが必要になるんだという、考え方なんですね。直前期にテキストを持ってレジュメを持ってって、こんな勉強やってられませんよね。それだけ重要なことだったらもうテキストに入れておくと。やっぱりこの絵から入っていく、図から入っていく、この部分はね、非常に重要ではないかというふうに思っております。で、先ほどもちょっと紹介しましたけど、それぞれに対応する内容ということで、アーカイブということで、近年の重要問題を、セレクトしております。このテーマから出題されたらこういう問題になるんではないかという発展問題とかね、過去出題されてないんだけど、このような過去問といわゆる私の予想問題を、組み込んだのがアーカイブということになります。はい。で、まあ、私はこの他にこの講座と、ちょうどねリンクするような感じになるんですけれども、実力完成講座オーパスというのもね担当しているんですけれども、こちらの方はね、この社労士の勉強をする中で非常に重要なところ、ここはロジックをしっかりとね覚えておく、もうそれこそも、語呂合わせじゃないんですね。しっかりとロジックを覚えておかないと、例えばあの高額療養費なんかね、ああいったものをロジックで覚えてなかったら話にならないんですよね。そこをしっかりやっていただこうということで、このオープパスシリーズは、パワーポイントを使った動画形式でね、講座を組み立てているんですけれども、来年向け、2022年向けにつきましても10テーマね、取り上げております。ですから、この10テーマ関係に関しましては、先ほどのこの私のテキストの中では、オーパスというアイコンを入れておきます。そういったところについてはね、ぜひこちらのオーパスシリーズの方も、合わせてね、申し込んでいただきまして、そちらの方を参照をしていただきながら、より理解を深めていただければというふうに、思っております。さあ、いよいよ2022年向けの、駆動プロジェクトスイングバイセミナーが、まもなく開講しようとしております。今後、社労士試験に向かって、どのような勉強をすればいいのか、今までの勉強方法でね、何が足りなかったのか、何がおかしかったのか、そういったところをね、今ちょうど見つめ直している方も多いんではないかと思います。ぜひ、このプロモーションビデオをご覧になった方、今後、私のね、決起集会だとか、そういったようなところでどのような感じで講義をやっているかご覧いただくことがね、できるような機会があるかと思います。そういったものを参考にしながら、ぜひ、一般的な講座と違う、なぜ何にこだわった合格後も活かせる講座、駆動スイングバイセミナー、こちらをね、受講していただければというふうに思います。そうすれば、必ず皆さん、他の人と違って、これは、だからこういうふうになってるんですよと。これは、今まではこうだったんだけど、こうだとこういう問題ありますよね。だからこうなっているんですよ。必ず説明ができる、社会保険労務士になれるかと思います。いや、そういったのは合格後に勉強すればいいじゃないかと思う人いると思うんですけど、合格後こんなことやってたらもう完全に出遅れてしまうというような形だし、また教えてくれる人もいないわけなんですよね。そういったことをよく考えて、今後再受験の方はね、勉強カリキュラムを、選んでいただければと思います。また勉強の仕方等についてはその都度私の方でアドバイスを差し上げていきますので、それに従って、学習をしていただければと思います。ぜひこの、なぜ何にこだわった学習法により、あ、そうだったのかという目から鱗、
楽しいね、学習、苦痛ではなく楽しい学習に、それによって合格を目指していただきたいと思います。それでは皆さんと、講座でお会いする日を楽しみにしております。ぜひね、覗いていただければというふうに思います。それでは皆さん、2022年合格を目標にして頑張っていきましょう。